こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を筆で書いています。今日の四字熟語は厳愚浄土です。仏教で死後に極楽浄土に往生できるように心から願い求めることです。テーマから厳愚浄土を楷書で書いています。テーマから厳愚浄土を行書で書いています。今から厳愚浄土を草書で書いています。テーマから厳愚浄土の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。